ね、私は今ハマってる三つ星グレープフルーツサワー、ボッカトニック。あるよ、うん、あ、少なくなってきたから後で売店で買ってこようかな。あ、そうだね。薄めね。なんでやろ。あ、そのままで、うん、薄めじゃないと危ない。あ、買いくなったね、大きさ。うん、何の大きさ？ウイスキーの、ウイスキーのためるやつ、スイート。水ためたらスイート。ああ。さあ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 、乾杯。乾杯。うますぎる。まずはスイカサラダね。お刺身やる前はこれ外そう。これものすごい熱い。刺身はこれ使う。スイカとトマトはもう切ってある。もう一口だよね。ちょっとスイカはデカめ。はパプリカとオニオンスライス。オニオンスライスがスーパーで買った。おかかも入っちゃっていい？このドレッシングは使いません。これ超便利です。小分けされてるね、オリーブオイル。スイカサラダ、スイカとトマトとパプリカとオニオンスライスね。これは最高に美味しいよね。よし、次は、はい、そのごま前もちょっと乗せる。これは今日のおつまみ、タイのお刺身とほうれん草のごま和えとスイカサラダ。作ってません。
ただきます。今日小餅かな、うまい。小餅かな、うん、わかんない、まだ。うん、小餅じゃないね。うまい。それ一匹どれぐらい？400円ぐらい。400円ぐらい。高くないね。うん。一回10匹ぐらい食ったもんね。うん。あれびっくり超えたよ。あのどこで買ったんだっけ？でも中川で、うん、中川で道路脇の屋台とか、あと釣り堀みたいなとことか何箇所か、あと嫌な10匹は食ってるよ、あれ、うん、食べたね、あの時は。驚いたね、あれ、あゆだけで5000円ぐらい食べてっていうかさ、あの濃厚さはないけど、長谷園だもん、普通に美味しい。マジこれ超美味しそうだよ。食べる。食べる気満々ね。食べる気満々。ないかどうかわかんない。お前の方が満々だな。うまい？すごいよ。お父ちゃんうまいのまずいの？うまい。うまいに決まってるよね。ルークはダメよ。ネギも入ってるし、わさびも入ってるんだから。近い。
て。おう、思ったよりはなんか父ちゃんの好きそうな感じ。うん、感じ。はい、お父ちゃんの夜食、角煮丼です。美味しそう。これからしがあれば完璧だったね。でも快適だよね、何気に。ここ全然問題ないね。うん、本当に。強いて言えばこれがちょっと邪魔、圧迫感。なんだ、あ、音はずっと寝てるからね。これがあるから枕が。うん、枕、まあいろ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 荷物をそこら辺に重ねとけば音は枕になるかなと思う。ルーちゃん何やってんの？そこで。え？私なんかさ、これ運転席の後ろの冷蔵庫あるでしょ？うん、全然足伸ばせるからね。お前ほんとチビだな。ね、チビだからね。ほんと。こういう時助かんね。あ、冷蔵庫さ、ここに置くとかすかに音聞こえんね。止めちゃってもいいんだよ。いや、冷凍入ってるさ。うん、入ってもあれ効かない、効かない。もう大して、やっぱりね、電気を入れといた方がいい。朝まで充電、バッテリーかな。うん、川の字だね、これ、いわゆる。えらい喜んでるんですよ、うん、ね、るっちゃん、るっちゃん、ちょっと来て。飲んないで、飲んなくていいよ。もうだいぶ大臣だから、もう平気なんだけど。でその最初大変だったよ。今5時頃？5時。もうちょっと準備するわ、撤収の。あんなに天気予報間違ってることあるのかな。変わったんじゃない？まあ、ピカピカ出たよね。あと10分で止むね。そしたら撤収開始だね。便利だね、それ。
汚いけど。